今日はこちら大人気の関与植物パキラ。風水は金運アップの代表種。金運アップの効果が群を抜いて強いと言われていて、私も大好きな関与植物です。20年近く前にパキラが金運アップに良いと聞いてから、ずっとパキラはお家でも会社でも育てています。ちなみに以前の動画でも紹介したことがあるんですが、我が家のリビングでは10年以上育てているパキラがあって、2メーターを超えていて、 今も元気に育っています。で、この観葉植物のパキラが元気に育つおうちはお金に困らないとか、パキラが元気に育つお店や会社は商売繁盛すると言われていて、今日はそのパキラの金額効果を最大限に引き出す置き場所とお手入れのお話です。パキラは比較的育ってやすい観葉植物なんですが、枯らしてしまったという話も時々聞きます。で パキラを枯らしてしまった人のお話を聞くと、共通点がいくつかあるので、今日はその辺についても解説させていただきます。ということで、今日の動画を最後まで見てもらえると、金運アップに効果的なパキラの置き場所、金運アップに欠かせないパキラを元気に育てるポイントの両方がよくわかります。こんにちは。風水アドバイザー、心理カウンセラーの資格を持つ、グリーンスマイル t v の立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。 動画の最後に、観葉植物風水の教科書という ebook のプレゼントのお知らせもあるので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまずは、金運がアップするパキラと相性が良い置き場所のお話から。結論から言いますと、部屋では玄関、リビング、トイレ、キッチンです。方角で言うと、家の中心から見て、西、北西、北です。 これらがパキラの金運アップパワーと相性が良い置き場所。ただ、その他の部屋や方角がダメかというと、そうではありません。パキラは基本、どこに置いても金運アップの力を発揮してくれます。今ご紹介した置き場所が、中でもより効果的ということです。しかし、これはね、私の動画をご覧いただいている方ならお分かりかもしれませんが、金運と相性良い部屋とか、方角に置くのも大切ですが、 それよりももっと大切なことがあって、それはパキラを生き生き元気に育てること。弱ったパキラでは金運効果も半減しますし、枯れたパキラでは全く効果はありません。ということで、ここからはパキラを元気に育てるための大切なポイント4つのお話です。まずはこの4つさえ押さえておけば大丈夫という大切なポイントです。まず、1つ目のポイントは置き場所です。 パキラが好む環境は明るい室内。できれば太陽の光が入る室内がいいです。我が家のこのパキラも太陽の光が入るリビングの窓際に置いています。一年中、レースのカーテン越しに日光が浴びれる場所。このような窓際でレースのカーテン越しに日光をよくできる場所がパキラを育てるのにはベストな環境。これだとパキラのお手入れはとっても簡単で 手間暇かけなくても勝手にどんどん座ってくれて一番おすすめしたいパキラが喜ぶおきかしです。ただ、窓際が確保できないって方も多いですよね。窓がない部屋ではパキラはダメかというとそうではありません。パキラは強い性質なので室内照明だけでも座します。ただし薄暗い照明だけは NG です。普通に人が快適に過ごせるくらいの明るさは必要です。時々、 一日を通して薄暗い玄関とかトイレにパキラを置きたいとの相談を受けるんですが、それはやめた方がいいです。元気に育たないですし、最悪枯れてしまって、金運ダウンの原因になりかねません。二つ目、二つ目のパキラを元気に育てるポイントは水やりです。これまでパキラのことで相談いただく中で、パキラを枯らす一番多い原因は水の上げすぎ。 パキラは暖かい春から夏にかけてとても成功性で葉っぱがどんどん伸びます。なので根っこも勢いよく成長すると思われがちですがパキラの根っこの成長はとても遅いです。枝や葉っぱが次から次と伸びるのを見て水をたくさんあげすぎると成長の遅い根っこが水を吸収しきれなくて根腐れを起こしてしまいます。枝や葉っぱの成長の勢いを見て たくさん水をあげたくなる気持ちもわかりますが、それが原因でパキラを枯らしてしまう人が多いので、注意してください。観葉植物の水やりの鉄則通り、土が乾ききってからたっぷり給水のペースは守りましょう。あとパキラは乾燥に結構耐えられるので、土が乾ききってから数日後の給水でも問題ないです。土が湿った状態がずっと続くのが良くなく、逆に土が乾燥した状態が数日続いた程度では、 簡単には枯れないです。水をあげすぎるぐらいなら、給水は控えめにして、土を乾かし気味にする方が安心です。三つ目、三つ目のパキラを元気に育てるポイントは、冬の管理です。先ほどの水のあげすぎでの根腐れについて、多いパキラを枯らしてしまう原因は寒さです。パキラはあまり寒さには強くありません。パキラが冬を越すのに必要な温度は、一般的に 5、6度と言われていますが、これには個体差があって、元気で丈夫な株に育てていれば、5度から6度まで耐えられますが、弱い株や、あまり寒さに慣れていない株なら、10度を下回ると枯れることがあります。なので、冬は、できれば10度以上を確保してあげるのが安心です。冬、パキラの葉っぱが何枚か、茶色くなったり、黒っぽくなると、寒さで弱り始めているサインなので、 暖かい場所に移動してあげてください。パキラは強い植物なので、一時的に寒さで葉っぱが何枚か枯れても、その後ちゃんとケアしてあげれば、株そのものは簡単に枯れないので、冬に少し弱っても諦めずに暖かい場所で育ててあげてください。では、最後、四つ目。四つ目のパキラを元気に育てるポイントは、肥料です。 パキラを溶切れで弱らせたり枯らしてしまう人も結構多いです。というのもパキラを購入した1年目は肥料をあげなくてもほとんどの場合元気に育ちます。それでそのまま肥料をあげなかったという人が相談いただく方の中に多くいるのですが、そういった場合ほとんどが冬が越せなかったり冬が越せたとしても次の春や夏に枯らしてしまったりします。 パキラを2年、3年、10年と長く育てるためには春から夏にかけての生育期にはきっちり肥料をあげてください。生育期に肥料をあげることで株そのものが丈夫に育つので冬越しが楽になったり何年にもわたって元気に育ってくれるようになります。パキラは肥料がなくても最初の年は元気に育つので見落としがちになる人が多いですが 肥料はちゃんと与えてください。いかがでしょうか金運アップの代表種の観葉植物パキラ、お手入れ大丈夫でしたでしょうか細かく言うとまだまだお手入れポイントはいくつかあるのですが、まずここに注意すればパキラは元気に生き生き育ってくれるという4つを解説させていただきました。置き場所、水やり、冬の管理、肥料の4つです。これらのお手入れを満たした上で最初にご紹介した アキラの金運アップ効果と相性が良い部屋や相性が良い方角で育てるのが金運アップに最も効果的です。今日の動画を参考にぜひ実践してみてください。またこれできてたとかこれできてなかったなどをコメントいただけると嬉しいです。今日は以上となります。最後にプレゼントのお知らせです。ただいま、風水関与物の教科書という ebook を無料プレゼントさせてもらっています。 風水と観葉植物の両方の専門知識を持つ立場だからこそ書ける内容をまとめさせてもらっています。この ebook だけで観葉植物風水の基本が理解できる、そんな内容になっています。きっとあなたの運気をどんどん上げる、あなたにぴったりな観葉植物が使うはず。ご興味ありましたら概要欄をご覧ください。そちらでご案内しています。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。このチャンネルでは観葉植物風水をメインに運が いい人になるための情報や観葉植物の楽しみ方などをご紹介させていただいています。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。また、高評価ボタン、コメントがとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。